はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ今日から7月ということでですね、まあ、季節感も出さなあかんないということでね、ちょっと頑張って半袖を着ています。頑張って半袖って何やねんって感じなんですけど、まあね、今はその長袖ばっかりやったんで、やっとこうね、まあ半袖着れる時期かなと思ってね、着てます。気分転換にもなるんでね。でもしかしね、腕細いなと思いますわ。ほんまに細なったなってね、体もめっちゃ細なってガリガリなんですよ今ね。ほんまにお見せできなくて残念なんですけども、もうもっとムキムキだったんですよ。もうクッと近いとはね、もっとバーンってね、そこまで自慢できるほどの腕じゃなかったんで、まあそれなりにしっかりした体やったんです。まあまあね、そんな感じで始めていきたいと思うんですけども、まあ、今日はねちょっと帯状疱疹のようなお話です。でまあ帯状疱疹になってですね、まあ、丸々1ヶ月が経ちましたね。この昨日でね、30日間経ちましたね。で、まあ、このね、1ヶ月間というのはですね、いろんな症状がね、山あり谷ありあったんでね、まあでも、やっと1ヶ月かっていう感じですわ。で、どんな症状やってんっていうね、感想を述べようって言われたらですね、まあ、痛すぎて歩けなかったっていう一言ですね。で、そんなこの1ヶ月間をね、振り返るとですね、その帯状疱疹が発症してからね、最初の1週間がね、もう一番痛みを感じる症状が出てたんですよ。まあ、ここが、この一週間がほんまに一番歩けませんでしたね。まあ、一番歩かれへんってどんな内容やねんって話になってくるんですけども、でもほんまに歩かれへんほどの痛みだったんですよ。でもまあね、車椅子で生活しなあかんほどではなかったので、まあめっちゃ歩かれへんってわけではなくてですね、まあせいぜい足を引きずりながら歩いていくっていうくらいですね。まあ体重かけすぎたら、膝がガクンってこう抜けてね、崩れ落ちるような感覚ですわ。まあ、どんな感覚やねんってね、感じなんですけどね。まあでもどう伝えていいか分かんないんですよね。こんなん初めてだからね。まあしかもね、その状態がね、帯状疱疹のね、初期症状やったので、もう緊急事態ということでね、僕はそんな状態をね、先生に伝えようとね、まあ、病院に行ったわけですよ。まあちゃんと電話して予約してね、病院に行ってきたわけですよ。でも、まあ、足を引きずりながらしかね、歩かれへんし、もうなんならね、北前進でこう張っていきたいくらいやのにね、病院についてね、駐車場にね、車を止めたらですよ、次はね、長い階段をね、登らなあかんわけですわ。でやっとの思いで、その血液内科のね、診察室までたどり着いてね、診察が始まったらですね、先生がね、これは皮膚科へ行ってもらいましょうかってね、言ってきたもんですからね、皮膚科まで歩いてね、行かなあかんわけですよ。もう大変。まあ、歩くというね、当たり前のことがね、できないってことがね、どんだけ不便かっていうのをね、思い知らされたね、最初の1週間でしたわ。で、ほんでね、その、まあ、1週間があって、間の2週間っていうのは、その痛さが、まあ、和らいでいったんで、まあ、和らいだと言っても、ね、まあ、それなりに痛さは引きずりながらやったんですけども、まあ、そのね、最後のこの1週間にね、もう一山ありましてですね、今はそれを引きずっております。まあ、それのせいかね、この1ヶ月間おかしかったからね、歩き方がぎこちなく見えてるらしいですわ。まあね、自分ではね、なんていうんですか、平然を装って歩いてるんですけどもね、まあ、そんな体の状態なのでね、まあ、もちろんなんですけどもね、最近やり始めてた朝のね、縄跳びとウォーキングもね、やってません。まあ、思い起こせばね、5月5日のね、子供の日からね、ちょうど始めてたんですけどもね、こう、毎日ね、少しの運動をね、このリハビリとしてね、始めて、まあ、体調、ね、体の体調というかね、まあ、動きがね、結構良くなってきたんですよ。まあ、キレが良くなってきたわけじゃないですけど、まあ、動くようになってきたんですね、そこにね。運動能力上がってきたかなって思うぐらいだったんですけども、まあ、そんなね、ウォーキングと縄跳びなんですけども、まあね、ウォーキングはね、すごい気持ちよかったんですよ。まあ、今思えばただのお散歩なんですけどね、まあ、こう、シャキシャキこうね、一生懸命しっかり歩くにはね、まだまだ体力的にも筋力的にもね、早すぎる時期ってことも自分で分かってましたので、まあ、無理をせずにね、とりあえずね、30分間はね、歩いていました。もうね、ウォーキングしてる間にね、こう、イヤホンでね、こう、ながら読書をね、するね、いい時間やったんです。なんかこう、初めてやしな、こんな感覚ええよな、んでこうなんかながら読書ってこんな気分なんやっていうのをね、味わいながらね、
まあ、お天気のいい日はね、30分間ね、歩いてましたね。朝は気持ちが良かったですね。すごいね、爽やかでね。で、ほんでね、同時にしていた縄跳びなんですけどもね、最初はその縄跳びもね、15回ぐらいしかね、連続で跳ぶことがね、できずにですね、まあ、それでも毎日頑張ってね、体のこの記憶っていうんですか、縄跳びした記憶をね、蘇らせてたらですね、3週間目にはですね、100回連続で跳べるようになっていたんですよ。でもまあ、さすがにしんどかったですね。その100回跳ぶ頃にはね、もうハーハー言ってましたわ。でね、その大人になってからのその縄跳びっていうんですか、あんなにしんどいもんはないですよね。今ね、その本で100回連続で飛びたということで、ちょっとテンションが上がってしまってね、今度は二重飛びに挑戦しようかなと思ってね、挑戦してみたわけですよ。で、二重飛びって思ってたよりも高くジャンプせなあかんのですよね、あれね。もう体が覚えてなくてね、その二重飛びっていうのは、その対空時間、飛んでる時間の間に縄跳びを2回回すっていう技術がいるんですよね。でもそんなに高く飛べないし、その2回回すこの腕のこのくるくるっていうのも、もう大変やし、今の僕には無理でしたね。まあ、できても2回か3回でしたね。もう飛んで、ぐって膝が曲がって、その膝が曲がったのをバネにして、またギュッと飛んで、またくるくるって回すっていう、もうリズム感のないね、ダサい二重跳びやったんですけど、それもでも2、3回しかできませんでしたね。その後はね、倒れ込んでましたね。でもね、その心の中ではね、もう絶対に飛んでやろうと思ってたんですよね。でもそれでね、やっぱ調子に乗ってしまったんでしょうね。ちょうどその週からね、帯状疱疹がね、始まったわけなんですわ。まあ、今思うとね、ウォーキングだけにしといたらよかったなぁなんて思いますけどもね。まあ、きっとね、縄跳びで疲れがね、蓄積されてしまったんやとね、思ってます。まあ、それがね、帯状疱疹になってしまった原因の一つやろうなぁとね、思ってるんですよ。まあね、ここ1ヶ月間ね、いつもお話しさせてもらってますけども、帯状疱疹になる原因にね、こう疲れが溜まったりとか、免疫力が下がったり、年齢を重ねたりとか、ストレスも関係してきますし、あとね、病気や飲んでる薬の関係でね、その発症するっていうのがね、原因にもなります。で、僕の場合っていうのはですね、白血病の治療で骨髄移植をしたことによってね、その、骨髄移植に伴う副作用と合併症が原因で帯状疱疹にもなりますし、でその副作用と合併症をね、抑えるために飲んでいるね、免疫抑制抑制剤っていうのがあるんですけど、その免疫抑制剤による効果で免疫を下げたりすることによって帯状疱疹にもなるんです。そしてね、まあ普通の人の中でね、帯状疱疹になる原因としてね、まあ先挙げたね、中で一番多いと言われているのが、この疲れが溜まるっていうことらしいんですよ。まあ、他にもね、原因の中で挙げましたけども、このストレスでなる場合もありますけどね。まあ、このストレスでなる場合はね、ほんまに年齢は関係なくね、発症する場合もあります。で、そういえばね、その僕の姪っ子もね、11歳の頃かね、小学校5年生ぐらいの頃にですね、脇腹周りにね、帯状疱疹が出たんでね、聞きましたね。あとね、そのコメントでもいただいてたんですけども、その多くの人が、私も子供の頃になったとかね、まあ、その中でも驚いたのが、子供の頃から帯状疱疹になってますっていう風にね、コメントがあったんですよ。で、これはね、この人はね、子供の頃から帯状疱疹になってますっていうコメントをしてくれたんですよ。まあ、これはどういうことかと言いますとですね、子供の頃から何回も帯状疱疹になっているということなんですよね。いや、辛いですよね、ほんまにね。子供の頃からこんな辛い体験をね、何回もしてるんですからね。で、それに対してね、その、まあ、帯状疱疹は1回しかならないとおっしゃる方もいてるんですけども、まあ、それはきっとね、水疱瘡とね、うっかり勘違いをされてたんだと思います。水疱瘡と帯状疱疹っていうのはね、同じ種類のウイルスなので、まあ、その話をしている動画をご覧になられたんだと思います。で、水疱瘡は1回しかならないですからね。で、この何回もね、帯状疱疹になってしまう方たちっていうのはですね、まあ、疲れやすかったり、ストレスを抱え込みやすかったりとかね、免疫力が頻繁に低下するんだとね、考えられると思いますね。で、そして今度はその水疱瘡の話なんですけども、ついでにお話しておきますけどもね、その水疱瘡っていうのは子供同士ではうつります。まあ、通常の大人にはうつりません。子供から大人にはうつりません。まあ、しかしね、僕のように骨髄移植をしたら、子供の頃からこう培われてたその各病気の免疫っていうのがね、チャラになるんで、リセットされるんで、で、他の各病気のようにね、水疱瘡にかかるのかもしれません。まあ、これについてね、ちょっと調べたんですけどね、そのね、まあ、僕のようにね、骨髄移植後に何年か経って免疫力がね、回復してきた頃にですね、やっとそのウイルスのね、不活化活動をね、止めるワクチンをね、接種することがね、できるので、帯状疱疹に対して予防することがね、できるんですよ。まあ、僕はまだ無理なんですけども、
まあ、ちなみにその骨髄移植後すぐにね帯状疱疹になりやすくなる可能性もねあるんですよ実はね。まあ、その骨髄移植後すぐっていうのはですね、まあ、入院中なわけなんで、その入院中に抗ウイルス剤をね、まあ、点滴や飲み薬とかでねずっと投与されてますので、その帯状疱疹にかからないように、病院側がねしっかりとね管理してくれてます。そしてね普通の人の場合はですね帯状疱疹は大人同士ではうつりません。まあ、しかしですね、その水疱瘡になったことない子供とかね、帯状疱疹ウイルスに対する免疫を保有しない人にはねうつります。その場合はね水疱瘡になります。大人でも、初めてその帯状疱疹ウイルスにかかったら、感染したら水疱瘡になるんですよ。そのウイルスに対する免疫力をね保有してないというのはですね、その子供の頃に小さい頃にね水疱瘡になったことないよっていう人のことですとね考えられると思います。それらをね予防するためにはですね、まあ、先ほども言いましたけどねワクチン不活化ワクチンのね接種がね有効となってきます。主にねその帯状疱疹っていうのはですね、まあ、一般的にはですよその60歳をね、中心としてね50歳から70代の方々がねなると言われていて、まあ、現在ではねその50歳以上対象に、したワクチンがありますので、まあ、対象となっている方はね受けてもらってもいいかなと思います。その、まあ、対象となってない人たちもですね、まあ、予防として自分らでその予防できることとしてね、まあ、疲れやストレスをためすぎないようによくね頻繁に休憩をしてもらってでしっかり食事をとって、まあね、できるだけ3食、そのね分食べるカロリーの摂取量でも5回に分けて食べてもいいし、3回で朝昼晩で食べてもいいし、2回に分けて食べてもいいし、あんま食べ過ぎは良くないですけどね、まあちゃんとねリズムよく食べてもらって体の調子が整うように食べてもらってね、あと適度な運動を心がけてもらってよく寝て、そんな感じでね免疫力を下げないような生活をね送ってください。そんな感じでねワクチン打つ人は打つ、予防できる人は予防するという感じでね、みんなでねしっかりね頑張っていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。